国連 WFP アフガニスタン事務所にて財務官として勤務しています山脇孝明と申します。国連 WFP の活動に対する日本政府及び日本の国民の皆様の多大なる支援に感謝申し上げます。多くのアフガニスタン国民が大変困難な状況にある中、国連 WFP は緊急援助活動を行っていますが、援助を必要とする人々の人口は2022年には2200万人に達すると予測されています。今後とも WFP アフガニスタンが活動を続けていくためには、引き続き皆様の支援をよろしくお願いいたします。